うわ、でかい。これは毛穴の黒ずみですね。結構最終形態です。角栓の先が酸化して黒くなっています。本来はこうなる前に対策しないとダメなんですが、ここまで放置すると除去しても毛穴の開きがクレーターになってしまうかもしれません。うお、出てきた出てきた。角栓を圧出してますが、これは術後は不安です。取れた後を見てください。大きな穴になってますよね。数日また溜まってしまうことも予想されるので、毛穴ケアは早めの対策が大事です。クリニックだとマイクロボトックスがおすすめですが、自宅でできるケアならゼロスキンを使うのがおすすめです。